続いては能登川博物館で開催されています第127回企画展夏のミングのあれこれについてお話を伺いします。西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、西さん、ミングの展示というのは毎年寒い冬に行われていましたが、今年は夏も開催されるんですね。はい、そうなんです。毎年冬に、恒例のミング展を実施しているんですけども、今年は夏の時期に、ミング展を開催することにしました。はい、暑い夏限定で使われていた昔の道具がありますので、それらの道具を展示解説しています。夏に限定で使われていた道具ということなんですね。そうです。はい、今回はどのような展示になっていますか。はい、例えば昔の道具蚊帳があります。蚊帳は麻の繊維で織られたものが多く、はい、主に寝るときに部屋に吊るして使われました。昔はエアコンなどがなく、寝苦しい夜は窓を開けて寝ていたんですね。はい、涼しい夜風が入ってくるんですけれども、同時に蚊などの虫なども部屋に入ってきます。そんな時、風を通して虫を遮断するのが蚊帳の役目なんです。はい、必要な時に吊り下げて、不要な時は畳むなど便利な道具でした。しかし現在の家は気密性の高い部屋になったり、網戸サッシが取り付けられたりして、はい、昔ながらの家と構造が違っています。また衛生面も良くなってきています。はい、これらのことから蚊が少なくなり、蚊帳はだんだん使われなくなりました。雷が鳴ったら蚊帳の中に入られた方も多かったのではないでしょうか。あ、そうなんですね。はい、それでは郷田さん、はい、特別に一度蚊帳の中に入ってみませんか。いいんですか、お願いします。どうぞ。この蚊帳に入るにはちょっとしたコツがいるんです。コツ、はいはい、教えてください。はい、ですね、蚊がこの辺にいるとします。はい、そうするので普通に入ると、蚊が一緒に入ってしまいますので、はい、これを入るときにパッパッと払います。はい、なるほど。まあ、全体的に覆われていますので少し薄暗いような気はしますけれども、麻の繊維もあってあまり圧迫感はありませんね。でこの色もあってなのか、きっと夏の暑い時にこの中で涼しくお休みされてたんだなと思います。西さん、かわいい豚を見つけたんですけど、これは焼き物ですか。はい、これはですね、はい、かやり豚と言います。かやり豚、この中で、線香を炊くんですね。あ、なるほど。はい、最近は電気蚊取り器などで、はい、が主流になっているんですけれども、最近ではまた蚊取り線香が見直されてまして、こういう容器も おしゃれになってきてますね。こちらは食卓の風景ですね。まあ、先ほど西さんにご説明いただいた蚊帳の小型版のようなものや四角い箱のようなものもありますが、あれは何ですか。はい、これはハエチョウと言います。ハエチョウ、夏の暑い時期などに食卓に飛び回る虫などがいるときに使います。蚊帳と同じように通気性を良くし、またハエなど病原菌を持つ虫を食品から守るためのものです。なるほど。上の紐を引っ張って傘のように広げて食品にかぶせるように使います。最近では食品は冷蔵庫に入れておくためほとんど見かけなくなりました。そうですね。またこちらの方は氷冷蔵庫です。はいはい、電気のない時代、また電気冷蔵庫が高価だった時代に使われていました。文字通り氷の冷気を利用して食品を保存するためのものです。上の小さい空間に氷を入れて、はい、下の大きな空間に食品を入れて、入れます。冷やされた空気が下の方に降りてきて食品を冷やすわけですね。なるほど。さあ、展示室の天井に何か吊られていますが、これは西さん何ですか。はい、これはですね、はい、昔の着物の干し方であります、新縛りって言います。はい、布の両端を針手で挟んで、はい、シワを伸ばすために新糸という細い竹の両端を小さい針で針がついた道具を使います。はい、洗濯機が普及する前は着物を洗い、このような方法で干していたんですね。すごいですね。ちなみに着物を干すときは、はい、一度塗ってあるところをほどいて、はい、一枚の反物に戻してから干すんですね。そうなんですか。夏は春まで羽織っていた着物などを洗濯してしまっておく絶好の季節なんです。昔の人は季節と向き合って自然を生活の中に取り入れて
いわゆる今でいうエコロジーな生活を送っていたんですね。そうですね、はい、では西さん、今回の企画展の会期について教えてください。はい、第127回企画展夏のミングあれこれは9月2日日曜日まで開催しています。はい、開館時間は午前10時から午後6時までです。入館料は無料ですので、どうぞお気軽にお越しください。道具に込められた知恵や工夫を感じていただければと思います。今回は野戸川博物館で開催されています第127回企画展夏のミングのあれこれについてお話を伺いしました。野戸川博物館の西さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。